改善型タービンエンジンプログラムとは、先進低価格タービンエンジンプログラムから発展した、アメリカ陸軍の UH-60 ブラックホーク、および R-64 アパッチ用の GET-700 エンジンを更新し、燃料消費率、出力、耐久性及びコストを改善するプロジェクトである。ハネウェル社とプラットホイットニー社は、合併事業としてエイテックを設立して、 ATEC T900 を開発し、GE Aviation 社は GE T901 を製造した。2019年2月、GE T901 がこのプログラムに採用された。ゼネラルエレクトリック T7002006 年12月、アメリカ陸軍の航空応用技術管理部は UH-60 及び R-64 に適合する軸出力3000馬力の先進低価格。 タービンエンジンへの提案を企業に求めた。この際、国防総省、NASA 及びエネルギー省のバテプログラムを活用しつつ、特定燃料消費率の25%減、パワーウェイトレシオの65%向上、設計寿命の20%延長、生産コストの35%削減及び、整備コストの35%削減、並びに開発コストの15%削減を目指す。 ものとされた。2007年、ハネウェル社及びプラットホイットニー社は合併事業としてエイテックを設立し、2008年5月初めに HPW3000 エンジンの開発契約を1億800万 US ドルで締結した。一方、GE アビエーション社は GE3000 エンジンの開発に関して同様の契約を締結した。2009年7月、先進低価格。 タービンエンジンから改善型タービンエンジンプログラムへと変更され、R-64 及び UH-60 の高温・高高度性能の向上、及び戦闘行動半径の 500km 増加を図ることとなった。提案されたエンジンはいずれもバッテリー始動が可能なため APU が不要であった。UH-60 よび R-64 は、 ハネウェル社の GTCP-36 から 150APU を搭載している。イテップは統合多用途ヘリコプターに用いることもできる。総発機である3000機のブラックホークと1000機のアパッチ用には補給用品を含めると1万台のエンジンが必要となる。また、シコルスキー社は S-97 レーダーの単発の GECT-7T700 に変えて、 これを搭載することを検討している。2012年、GE 社と ATEC は耐久性及び性能の双方の実証試験を実施し、4年半にわたる技術開発段階を完了した。2016年8月、ATEC 及び GE 社は2018年後半までの24ヶ月間における基本設計確認の実施に関し、アメリカ陸軍と契約を締結した。 2019年2月、アメリカ陸軍は GE 社の T901 のイテッププログラムへの採用を決定した。2020年第2四半期に最終設計審査が開始され、2021年第3四半期には最初のエンジン試験が実施され、事後、飛行試験が行われて、2024年に生産が決定される予定である。ありがとうございます。